バンコクフットボールクラブは、太陽国の首都バンコクをホームタウンとする、サッカークラブ。1999年、バンコクブラボー FC として創設された。2010年、バンコク FC に改称した。クラブエンブレムは、サオチンチャーと牛がデザインされたものに変更された。同年、リージョナルリーグディビジョン2のバンコク地域リーグで優勝した。チャンピオンズリーグで、 グループ B の4位になり、タイディビジョン1リーグ再開のナラユナイテッド FC と入れ替え戦を行った。バンコクは2戦、合計11-2で勝利し、ディビジョン1リーグ昇格を決めた。2010年シーズンは、ディビジョン2リーグからバンコクを含む7チームが昇格した。2012年、リータックが23ゴールを記録し、得点王に輝く活躍を見せたが、バンコクは10位に終わった。 翌年は、リータックとオロフ・ワトソンの二人で39ゴールを決めるなど、リーグ最多得点を記録したが、タイプレミアリーグ昇格権の3位 PTT ラヨーン、FC と勝ち点差2の4位に終わった。2014年も3位、ネイビー FC と勝ち点差3の4位に終わり、プレミアリーグ昇格を逃した。ありがとうございます。